もしもし、おはようございます。ありがとうございました。大丈夫ですよ。もしもし、はい、何でしょう。外ですね。ええ、はい、はい、止まってないですよ。うん、はい、聞こえますよ。うん、はい、関係ないと思うんだけどね。うん、うん、うん、どういう話になってんの。俺行こうか、会社じゃん。悪いの。ん？じゃあ、うん。あ、そう。かでしょ。うん、うん、いや、根本的な話としてね、出た答えがこれなんだよ。もうだってんだよ、こんなこと。うん、うん、実際、うん、うん、ちょっとひどいな、その話は。ああ、そう、分かったよ、よく、うん、うん、俺も調べるわ、じゃあちょっと、取るのかどうか、うん、うん。うん、どういう話になるかわかんないけどね。うん、うん、うん、あ、そう、うん、うん、管理本部。ああ。ああ。あ、そう。ああ。うん、ちょっと待っとってな。ああ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 。
信じらんねえな。さすがに、よく、意味がわからん、もう。わかるけどさ、わかるけど、わかんねえな。じゃあ話し合おうよ。俺行くよ、会社。今かなり遠くにいるからだいぶ時間はかかるけど、行ってどうにかなんのかね。分かった。はい。了解。はい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 。何でしょう。はい、わかりました。
知らんけど、なんか、なんか知らんけど、おお、こりゃこりゃ、わざ今年も緊急事態宣言が外れてしまったこのコロナウイルスの影響で、ですが我々にまだお料理がある。これを実行することがこの下町のロケット品質波止寿司生産所に残れたプライドなんだ。感謝してますよ。高い壁があったとしても這いつく